はい、速稼塾の久保です。いつもコメントありがとうございます。今回もね、コメント返しに対してちょっと動画で返信させていただこうかと思います。早速やっていきましょうか。じゃあ画面を切り替えますので、今回はですね、高塚正義さん、覚悟の50歳さん、最後に麻生財務大臣の誰もお金に困ってない動画付きへのコメントってことでお送りしたいと思います。画面切り替えますね。まずはね、この動画に対してなんですけども、すごくもっともなご意見いただいてます。税金を還付しましょう。税金の取りすぎで貯金して税金支払いに備えて、ます。そうですね。特別定額金10万円もらっても税金が来るんで、それのために置いとかないといけないっていう事情もあるんですよ。5月に納税は固定資産税、自動車税で10万円以上払いました。これ多くの方がそうだと思いますよね。だからね、10万円もらっても別に焼け石に水なんですよね。だから、あった方が助かりますよ。あった方が助かるんですけども、10万円ではなくて、今の時代100万円ぐらいもらわないと、もらうっていうかね、税金を使ってもらわないといけないんですよ。こういう時のためにね。で、7月給付金は、払った額より少ない自動車任意保険、火災や火災の保険料は10万どころか倍以上の金額を払い、そうですよね。車検と駐車代を1年払いするといくらになるか、それに毎月所得税と地方税取られてます。税金を取りすぎの、その責任者、そろばんもできない、偉そうにしない、国民いじめの税金取りすぎに、社会保険も高額で、即支払いはマイナス取り、差し引いて取り払であります。取り払なんですよね、確かにね。これコメント書いておきましょうか。まさに、取り払。取り払。もう取りすぎなんですよ。本当に。困ったもんですよ。次。ゆきこさん。こんばんは。麻生さんひどいですね。世の中のこと全然わかってないですよね。年も年なんで引退を考えればいいのに、コロナよりひどい。まさに。厄介ですね。皆が幸せになれることなのに、1回2回じゃ全然足りない人、たくさんいますよね。今回の発言、がっかりと呆れました。私もです。一挙さん、いつもありがとうございます。ごもっともです。今日も、麻生太郎事務所に抗議の電話をします。あら。もう抗議の電話しかないですよ。ね、私たちの窮状を訴えないと。次、編集済み。税金の目的で最たるものにインフレ抑制がある。そうですね。だから今ね、デフレなんで、現在のように、デフレが続く中で、消費税は全く必要がないですよね。本当に。そういうことなんですよね。そんなことは分かってるんだよね。だから、なぜ麻生太郎がそれをやらないかは謎なんだよね。はい。全く、その通りです。なんで、なんでしょうか。とに、今日も、麻生太郎、今日も、なんでこれが出るんかな。あ、これですね。はい。抗議の電話しますよ、私は。レゴレゴさん、麻生さんはもう引退してほしいです。おかしいこと言ってるって国民を見てないって、誰も教えてないんじゃないですか。国民のために動く内閣じゃなかったんですかね。麻生総理は、かつて、責任、力とかいう無責任力を発揮して本当は早くね、引退してほしいですね。はい、あ、そうだ、事務所に抗議の電話をします。これメグさんね、お金作ればいいやん。その通りなんですよ。それを言うために、今日も、あれ、なんでやねん。今日も麻生太郎事務所に抗議の電話をしますと。はい、次。大蔵省の印刷局でいくらでもお金をすればいいんだよね。国民の生活を保障するのが日本政府がやらなければならないことなんだよね。と。なんか消してますけど書いてますね。
大隅さん、ほんとその通りです。これから今日も麻生さん私はね、毎日こうやって麻生太郎事務所に抗議の電話してますけども、今度ね、抗議の電話をしてるところをなんか YouTube で流しましょうかね。こうやって、麻生さん、麻生太郎事務所の皆さんですか、お金にあなたは困ってないんですか、と。じゃあ事務所の電気代、家賃上げますよ、値上げしますよ、で強制的に困らせますよ、みたいなね、そんなことを大家さんが言ってくれればいいんですけどね。さあ今回はそんなところですかね。皆さんの怒りごもっともでございます。私も同じ気持ちでございます。だからこそ官邸にメールをどんどん送ります。毎日のように菅総理事務所、麻生太郎事務所電話します。もう私なんてね、もう完全に着信拒否みたいになってるかもしれませんけどね、うん、受付の方がね、だんだんね、あ、同じ人だなっていうのが出てきますね。まあそれも一つのご縁かなと思います。まあまずね、縁を作ってそこから要求を伝えていく、これしかないかなと思います。 YouTube で喋り、Twitter で喋り、皆さんにもね、呼びかけていただいて、麻生太郎事務所に電話して、もうこれでね、国が動いてくれって感じですよね。まあ、ここまでやってね、これをね、1000万人ぐらいがやったら、確実にことは成就しますよ。特別定額給付金だとかね、消費税減税とか。やらないんでしょ、だから。やらないんですよ、みんな。国民が。国民がやらないのがね、一番のこの無気力が一番の罪ですね。そのツケを。自分自身で取らされてるってことだと思いますんで、私は諦めませんからね。今日も抗議の電話しますからね。じゃあ行ってらっしゃい。この夏一人10万というのがコロナ対策の一環としてなされましたが、当然貯金が減るのかと思ったらとんでもない。その分だけ貯金が増えました。全然金には困ってる方の数は少ない。ゼロじゃありませんよ。困ってられる方もいらっしゃいますから。しかし現実問題、預金貯金が増えました。麻生大臣はこのように述べ、国民一律で10万円を支給した特別定額給付金は貯金に回ったとして、消費を刺激する効果は限定的だったとの認識を示しました。